東大橋の仮設歩道橋を撤去するんですね。もったいない気もします。何回か通ったから寂しいな。ここから降りられるんですね。円光川です。電車の音、天気がいいから歩いてみます。結構長いですよ。塩水でしょうね。東大橋が見えています。ここにも階段、大茶臼山が見えるんですね。土手の整備が進められています。横の車道は広くありません。歩行者、自転車はちょっと厳しいです。早く土手の道ができるといいな。草刈り車って歩けるんですがね、橋に繋がってないんです。青空で綺麗な景色、黒いシティタワーが目立ちます。スタジアムのライトだ。ここからは上がれません。魚、東大橋の下は通れません。仕方ないから戻ります。下流方向、道所山と白山、道所山、白山、すれ違った人は戻ってきませんね。高尾山が見えます。岩場があります。そうすると五差相山、逆光にならないから東向きなんですね。それにしても綺麗な道ですね。鉄塔があるのが上倉山でしょう。戻ってきました。十字です。総監の下、向こうにもありますね。もう少し歩いてみます。あそこに公園があります。今日はここまで。